あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで L にびっくりマークがついとるね。へい L、 いつも通り頑張ってくれている。あゆな様、新しい旅の扉でもう新しい土地には行かれたのですか？もうガンガン行ってね、依頼こなしまくりよりよ。新しい土地にはきっと新しい患者様がいるはず。あ、またその方々もこの町で治療できたらいいのですが。でもアイナ様、実は何？まだ病が癒えずずっと苦しんでいる患者様を見ていると私はつい考えてしまうのです。長い苦しみが続くならいっそ楽になれた方が幸せなのではないかと。それは一番言っちゃいけないことだ。きっと治療してる側は元老王様がおっしゃっていたように、やはり非力な人間が病と戦うことなど。おお、申し訳ありません。私としたことがとんだ弱音を。アミラ様、新しい旅の扉の先にも患者様が二人いらっしゃるようです。もしまだ連れてきていただいていないようなら、病室のベッドに運んで治療してあげてください。コンパスに目的地が表示された。まあ確かにちょうどこっち側に2つベッドが空いているから、詳しいことは教えてくれんのか。コンパスでってこと。アミラ様、新しい患者様の捜索と治療は進んでいますでしょうか？新しい2人の患者様は赤い扉の先、コンパスの示す場所と扉の近くにいたそうです。これで患者様は計5人。病室のベッドで適切な治療をお願いします。患者様に必要な食事や薬を渡した後は一晩眠ってから様子を見てみてくださいね。なるほど。え、コンパスで示された場所と赤い扉のすぐ近く、片方は示されてないのか。でもなんかね、素材を取りにとかさ、よく来てるんだけど、その時にね、こっち、ね、あれ気にならん？ほら、なんかあるんよ。赤い扉の近くでさ、人が、別に、ね、前回の時みたいに、扉入ってすぐとか倒れとるわけじゃないし、これかな？あ、ほら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 、気になるけどね、別にいつも通り、ただ単に、作業台があるだけかなと思って無視しとったんやけど。ほら。あ、私みのり、あなた誰ですか？私お腹空いてもうダメみたいです。お腹が。病人みのりを発見した。ほら、この子だ。合ってたよ、よかった。まああれだね、先に怪しいと思った時に来といて、まあクリアしてますでもよかったんやけど。よいしょ。まだ発見していないようでしたらやったもんね。素材集めの方に集中してたから。あっちの方向はん？あ、そっか、別に話す必要ないのか。じゃあ普通に寝かせといて、へい。でもう一人の捜索に。もう一人はちゃんとコンパスで指し示されとんよね。あの子も指し示してあげてよ。私が素材集めの時にあっちの方向を見てなかったらどうなってたんだ。え、でどこ？あっちか。え、またお城というか宮殿の方向ってことかな。とりあえず走って行くけどもさ、てかなんかこういう水の上にさ、こういう葉っぱを置いとったらちょっと乗ってみたくない？いや、現実的には乗れんの分かっとるけど、なんかゲームやったらさ、乗れるかもしれんとか思うやん。ほら、ああいうハスの葉っぱとか。あのハスの葉っぱさ、びっくりしたのが、乗れもせん上に、あ、あの場所。乗れもせん上にね、壊しても素材にならんっていうのがすごいびっくりしたんやけど。なんか、たらたんにね、ふわーって消えていくんよ。意味わからんくね。はい、なんかおる。なんかおるって。なんかおるって、ちょっと待って。ちょっと待って。え、これもなんか、え、でも、音楽変わらんね。
はぁ、来よるって来よるって。これ以上は上がってこんのか。へいへい。あ、ダメダメダメ。これダメだわ。ちょ、とりあえず出して出して、私を出して。怖い。あ、あ、また壊してしまった。アホだろ。いや。これ。ん?やっつけた。やっつけた。今までよりは倒すの楽になってるかな。一応武器強くはしたんだけど。は、は。でもね、斧ってさ、すごいね、リーチ短いんだよね。さっきこっちにも、桃垣の実。オッケー。斧さ、すごいなんかその場でブンブン振ってるだけみたいな感じだからさ、この辺の桃垣の実も取っとこっかな。ね、お腹空いた時を、とか言って患者を無視するやつ。患者を無視するやつ。あ、しかも気づかれた。こいつはね、すごい登ってくるんだよね。もう、やめてよ、そういうの。へい。カニの手、カニの手ゲットした。めっちゃ豪華じゃない?いや、豪華かどうかわからんけど。え、これってもしかしてさ、ロロンドンの時と同じパターンかな?土の中に埋もれとる系?魔物に、うわぁ。本当に土の中に埋められとるやん、怖っ。壁掛け松明手に入れた。とか言える場合じゃないやけど。ほら!これ殺されてないか、確実に。生きてんの。私は平山。ここをさまよっていたら、人面人に捕まって、な。ダメだ、私。お腹減りすぎて、変になる。二人ともお腹が空いてるのか。なんかな、患者をさ、こういう風に、抱えてたら、キメラの翼が使えんっていうのがすごいね。難点よね。うお。カニに追いつかれてしまう。お腹すいた、お腹すいた。何、餓死寸前だったってこと?とりあえず距離は近いから大丈夫か。お、ん?なんかさっきまで光ってなかったよね。あれって一定の距離に行かんかったら光見えんのかな?なんか人を感知するセンサー的なものが。あ、え、ごめん。置いて旅立つとこだった。へい。さあ、町に到着。ってことで、この患者を、まあ、寝かせると。ごめんね、他の患者の上すごい、歩き回るけど。へい、これで。んで。ゆでガニを、イワシの炭焼きを。いや、あのね、なんかそのお腹が空きすぎてさ、もう死ぬ寸前まで行ってるわけじゃん。指定するなよね、料理を。びっくりよね。しかもね、まだイワシの炭焼きの方はいいとして、いいとするんかいって感じやけど。いいとしてね、ゆでガニをってどういうこと?贅沢すぎるだろ。普通に生活してたってそんなのめったに食べないよ。へい、作ったよ。これで。これでよろしいのでしょうか。こっちがゆでガニね。使う。どう?うまうま。一晩寝かせてください。なんか全然回復してないような気がしたけど今。大丈夫なのか?はい、イワシの炭焼き。助かるぞ。全然助かってないんじゃないの。少し寝てみるよ。ってことで、ちょっと私も、寝てみよう。ほい。病人と一緒に寝るっていうね、もう、自殺的行為な気がするけど。ほい、起きた起きた。で?何?バゲット、おしゃれだな。フライドポテトをふざけとるやろ。絶対元気やろ。絶対病気じゃないわ。確実だわ。バゲットとフライドポテト。フライドポテトとか余計体悪くなりそうな気がするけれども。バゲットと、ん?なんだ?パンとカゴをひらめいた。香ばしい香りの焼きたてパン。これは飾り用だね。
でフライドポテト。よし、フライドポテト、あの盛り方で3個作ったってすごいよね。何人前パーティーですかっていう感じや。へい、これでそろそろ回復する。バゲットね。はい、もぐもぐ、まだなんだけど。一晩寝かせてください。そしてポテト、ほい。どうよ、すまないな、少し寝てみるよ。こっちの方がさらにもっと全然な気がするんだけど。ああ、間違えたよ。ゲホゲホゲホ、薬ダメ、やっぱり効かない。ウルス様、元老和様、助けて。元老和の名前も出しよりやん。知り合いじゃないの？知り合いっていうか、ここに来て看病を受けよるけん名前覚えたってことかな。んで、もりもりサラダを、鮭のムニエルを。どんだけだ。なんだ、絶対、本当はもう起きれるんだろ。本当はもう起きてさ、みんなと一緒に食べれるはずだよ。何を横着してるのか知らないが、もりもりサラダ。てか病気なのにすっごい食欲あるね。お腹が空いてるだけってことかな。もりもりサラダと鮭のムニエル。またおしゃれなものを。へい、これで治るんだろうね。どうよ。こっちが、もりもりサラダ。特にこの子超大食いじゃない？へい。あ、治った。治ったっていうか、一晩寝かせてください。一応もうゲージはいっぱいになった。こっちは、鮭のムニエルよね。鮭のムニエルを、へい。ありがとう、まだなんだけど。少し寝てみるよ。何回だ。何日も何日も同じような作業を。へい、おやすみなさい。で、今日こそ、え、何？ブイヤベースを。ブイヤベース、私ブイヤベースって食べたことないんだけどさ、どういう料理なの？名前は聞いたことあるよ。でもね、辛いのか何なのかもよく分かってない。ブイヤベース、これか。魚や貝をじっくり煮込んだコクのあるスープ。へえ、豚だと思ってた。ブがついてるだけなんだけどね。ブイヤベース、魚料理なんだね。へい、作ったよ。てかもう作れる料理めっちゃあるよね。はい、ブイヤベース、お、これで助かった。少し寝てみるよ。これでこの子も助かるんだな。オッケーオッケー、じゃあ寝ましょう。おやすみ。あれ、てかさ、あの隣の子いなかったような気が。お、走ってったよ。いや、待ってくれ。あ、ほら、もしかしてこの子一晩中ここに立ってたの？めっちゃみんなも集まってきたけど。よかった、どうやら死なずに済んだみたいだな。病室の他の患者たちは全身が、何？土系色？で、目は血走り、その上、幻覚まで見て一日中めき続けて、私もああなるもんだと思っていたよ。あの患者たち、何かやばそうだ。せいぜい気をつけて看病するんだね。いや、私はその患者の隣で寝てたんだけども。それにしてもだ、君たちには病気に立ち向かう知恵と勇気があるんだね。素晴らしいよ。ぜひ私も心の仲間に入れてほしい。私にはわずかばかりだが、金属の加工に関する知識があってね。君たちの生活に役立ってくれたら嬉しく思うぞ。この子女の子だよね。喋り方がなんか。さあ、これはお礼だ。大切に耳の中に入れておいた宝物さ。耳の中？命の木の実を？汚くね。食べるんだよ、それ私。で、うわぁ、今日はなんて素敵な日でしょう。ありがとうございます。元気が出ました。この子の話もみんな聞いてあげてよ。解散してるけど。なんだか私、すごくお腹が空いて、食べても食べても満腹にならないし、お腹は減るのにお腹がどんどん膨らんで、もうダメだと思っていたんです。そっか。
アイラさんはずっとこの町で蔓延する病やこの地を支配するヘルコンドルと戦っているんですね。私もここに置いてください。皆さんと一緒に戦いたいんです。いかにも戦いそうな感じやもんね。めっちゃ丈夫な、なんて言えばいいんだろう、兜かな、兜をかぶってらっしゃる。私、武器や防具の知識だけは少しあります。皆さんのお役に立てますよ。これ、せめてものお礼に。ずっと脇の下に挟んでいたんです。命の木の実を。だからやめてよ。耳の中に入れてたりとかさ、脇の下に挟んでたりしたものをさ、食べてさ、体力アップすると思う？うえってなってね、なんか余計殺しにかかってるでしょ、私のこと。はい、ということで、まあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あの3人の患者の人たちはあれかな？最後まで治らんのかな？最後の最後で治る系？